はい、皆さんこんにちは。お世話になってます。大紫の越冬管理法を4つほどご紹介してみたいと思います。まずこれは100円ショップの小さい方の洗濯ネットに、えのきの落ち葉をたくさん入れてあります。こんな感じで自然に、管理する方法ですね。これを、まあ、今この状態で置いてありますけれども、冬になりますと、真冬になりますと氷点下になりますので、これを適当に落ち葉の下に、置きます。えのきの根元などの木の下に、混ぜておく方法です。それから今の自然管理法のその2になるんですけれども、周りに大きな木、えのきの木、がない場合ですね、このようにして鉢植えに、入れて、このような方法でキマダラモドキとか、他の幼虫の越冬にも代用できると思います。今のその2の作り方ですけど、簡単にご説明してみたいと思います。カップをくり抜いて、これは普通の飼育カップの大きな方です。ストッキングの余ったものを、足の部分ですね、足の部分を切って、で重ねて中に、えのきの葉っぱを入れます。少し、たくさん入れた方がいいので、少し小切りにして入れます。こんな状態ですね。この状態の真ん中あたりに幼虫を入れます。で、洗濯バサミで、掴めるようにして、これを適当な鉢植えに、使ってない鉢植えの上に乗せて、で周りに落ち葉を入れます。まあ、こんなような方法でもいいと思います。これは雪の下に入ってもいいんですけれども、できたらそんなに寒くないところですね。北側ではなくて南側あたりに保管するといいと思います。まあ、今うちはこんな感じで、状態このようなところに置いてありますけれども、もう少し日の入るところの方がいいと思います。次に人工的な保管場所の作成法なんですけれども、先ほどのカップと同じカップでもいいんですけれども、これは一般的なペットボトルを切って、作ってみました。作り方は同じです。で、これを今回というか人工的な方法は雨風のかからないところで保管する方法なんですけれども、空中湿度を高めるようにして、まあ、この下には杉苔が入っております。で、少し濡れた状態にして、まあ、この針金に吊るすわけなんですけれども、宙から浮かせます。形で保管するとかなり成績が良かったと聞きましたので、少し乗せてみました。で、撮影のために蓋は取ってありますけれども、バケツの蓋をこの上に乗せます。次に、冷蔵庫の保管法ですけれども、まあ、一般的な方法で皆様方やってられる方法でいいと思いますけれども、できましたらこれは活性炭ですね。活性炭は殺菌効果も高いですので、活性炭を入れて少し霧吹いておきます。すぐに活性炭は水分を吸うんですけれども、でその上に、キッチンタオルを敷きます。でもう一回霧吹きをして、でこの上にえのきの葉っぱを入れます。こんな感じですね。まあ、冷蔵庫で保管する幼虫もしくはゼフランなんかも
まあ、少し参考になるかな、まあ、えのきの葉っぱではないんですけれども、でこんな形で、冷蔵庫の野菜室で保管します。空気穴を少し開けて、この画像のように上部が少し湿っているくらい、中は湿り気がないくらいの状態、乾いてるくらい、やや湿ってるくらいの状態を保つといいと思います。時々1週間に1回10日に1回くらい匂いを嗅いで、カビ臭くないかを確認する必要があります。この方法は温度が一定で、この方法も結構いいと思います。以上です。あとは資料の方をご覧いただきたいと思います。どうもありがとうございました。